花園橋換気所は、神奈川県横浜市中区と飛吹町にある首都高速道路の管理施設である。換気棟としての役割のほか、神奈川地区の首都高速の管制センターとしての機能も持つ。1978年3月に、東京方面から横浜公園出入口まで開通した首都高速横羽線は、1980年2月15日に、 新山下出入り口までの都市計画が決定された。この区間の内横浜公園寄りに建設される花園橋トンネルは延長482メートルで石川町ジャンクションの一部を構成する。二層構造でトンネル内での分岐合流が発生する複雑な構造で特に下層部の上り線は下り線に比べ近く間が長く狩場線本目。 カリバ方面からの合流の後、横浜公園入り口からの合流もあり、渋滞の発生が予想された。渋滞発生時には、自動車の走行で生じるピストン作用による換気が期待できず、近郊ジャイクション方面に連続する半地区間や高校周辺の市街地にも、排気ガスによる窒素酸化物や媒塩などの影響が懸念された。このため換気には、 トンネルの天井及び側面に排気口を設けた選択局所排気付き立て流管機方式が採用された。建物はトンネルの直上に建設されるため、トンネルが埋体自体が基礎となる。荷重を均等に伝達するため、換気ファン3台を一辺に約32メートルの正三角形の頂点にそれぞれ配置し、隅を落とした六角形状の平面とした。南東面の突起部の中は、 階段、エレベーターや倉庫となっている。1階は地上4.5メートルのトンネル上昇板にあるため、業務車両の出入りは管理用車路を通じて行う。1階に排気調整室、2階に換気ファン室、3、4階に電気設備、5階に電算機室、6階に保安要員室及び空調機械室、7階に資料室等の収納スペース、 八階に囚人機が設けられ、他に建物内に中央管制室が配置されている。配風機は出力1 3 5キロワット風量107立方メートル S のものが3台備えられ、車両火災時には肺炎機能を持たせることを想定して、摂氏100度の熱風にも耐えられる構造となっている。建物の高さは45メートル。排気の拡散効果を考慮し、 集合煙突は屋上から4メートル高い地上を49メートルに設けられた。横浜市は館内周辺においてレンガタイルの素材と色彩を町の景観の基調としており大規模な建築物となる本施設についても市から協力を要請された。これに沿い都市景観を損なわないよう外壁は二丁がかり、レンガタイル張りの遺書とされた。 換気所は1981年2月21日に着工し1983年10月31日に竣工。花園橋トンネルの換気設備は1982年3月8日に着工。1983年11月18日に竣工し、道路本体は1984年2月2日に共用を開始した。 建物の施行にあたっては、最近節距離7メートルとなる根岸線の鉄道高架橋に対する安全対策に最も留意した花園橋トンネルに関するカテゴリー。ありがとうございます。